こんにちは、のぞみでございます。前回の動画はですね、電動キックボードで小浜島に来ましたけども、今回の動画はホテルレビューでございます。ホテルククルに泊まりたいと思います。今離島ターミナルですね、石垣港離島ターミナルから出まして、もう目の前がバスターミナルでございます。ホテルククルはね、なんといっても利便性が超いいということでね、行きたいと思います。今目の前がバスターミナルでございます。前回あのイーストチャイナシーであの動画を開けましたけども、こちらもすごい立地が良くてね、ロケーション良かったんですけども、さらに利便性がいいのかということでククルですね、バスターミナルでございます。もう歩いて近いんじゃないですかね。もう730交差点からもめちゃめちゃ近いというところで、どこ行くのにも便利ということでございます。ただね、ちょっと駐車場があるかどうかはわからないんですけども、もうすぐ着きますね。さあ、もうククル見えてきました。もうバスターミナルはもう目の前ですね。もう離島ターミナルからも今歩いて2分ぐらいの距離でしたけども、さあさあ、通り沿いに玄関先がありますかね。ククル到着です。さあ、ククル到着でございます。さあ、730交差点がもう目の前ですね。そしてユーグレンナモールもこの裏手でございます。で、三崎町ですよね、もう繁華街になりますので、はい、では早速ですけどもチェックインの方したいと思います。チェックインも終わりまして、お部屋の方に来ました。今日はね、2階の214ですね、カードキーになっております。さあ、お部屋入りました。まあダブルのお部屋です。ちょっとまああれですね、お部屋は狭めでございます。ではちょっとお部屋の紹介いたします。まずこちらがユニットバスでございます。浴槽はやや小さめでございまして、アメニティですね、アメニティも、最低限のものは、揃ってる感じでございます。洗顔、手洗いフォームね、そしてクシ、歯ブラシ、髭剃り、あとはボディタオルですかね、まあ必要最低限のも揃ってる感じでございます。さあ、こちらダブルのお部屋ですね。はい、まあ小ぶりなお部屋という感じでございますね。まあそこまでお部屋の紹介をするほどでもないって言ったらちょっと失礼なんですけどもね、はい、ちっちゃい冷蔵庫ございます。お水が2本入ってますね。はい、ミネラルウォーターが、サービスで入っております。そして冷蔵庫の上にはこちらね、はい、洋服掛けと金庫ね、金庫ございます。あとはまあ小ぶりのテレビとこう窓際にデスクでございます。そしてね、これチンスコ、石垣島のチンスコでございます。チンスコと、はい、お茶ティーパック置いてます。イエモンですね、はい、あとケトル置いてます。こんな感じのお部屋でございます。
やってきましたのがホテルの6階でございます。屋上でございます。ククルテラスでございます。屋上でちょっとこうねゆったりできるスペースがございます。さあ景観はどうなんでしょうか。まずもう真下がバスターミナルでございまして、そしてもうね離島ターミナルが目の前でございます。で向こうの信号がね730交差点、そしてこっちはもう夕暮れなモールでございます。でこちらがね、もう繁華街の方になりますので、居酒屋さんとかね飲食店がたくさんございますので、非常に本当に場所は最高の場所でございます。ただやっぱりあの客室からはね、まあ、景観はまあまあもちろん期待はできませんけども、屋上に上がると港が見えますので、ね、船が帰ってきてるシーンとか見れますね。ここの屋上のククルテラスはですね、朝の5時から、夜の11時まで、オープンしておりますのでね、営業時間以外は多分あの施錠して多分入れないようになっていると思いますね。さあこちらがフロントの奥の方に行きますと、こちらフリードリンクコーナーがございまして、3品茶にコーヒーが飲めるんですね。これはありがたいでございます。そしてですね、あの紙コップに入れてですね、ククルカフェをお部屋でお召し上がりいただけます。こちらも非常にありがたいでございます。ただ私3品茶を飲んでるシーンだけでございます。ごめんなさい。ホテルククルなんですけども、まあ冒頭でも説明しましたけども、まず利便性がめちゃめちゃいいです。石垣港離島ターミナル、バスターミナル、そして夕暮れなモール、730交差点、そして三崎町繁華街からも徒歩すぐでございます。本当にあの利便性を追求される方にはもうもってこいの場所でございます。ただお部屋はちょっと狭めですけども、まあまあ清潔感のあるね小ぶりの部屋っていう形ですね。そしてやっぱりあの窓もちょっとちっちゃいですしね、景観を望むのはちょっとあまり期待できないんですけども、なんせ便利がいいということでございます。でですね、まず駐車場なんですけども、ホテルの契約駐車場がございまして、もうホテルのもうあの敷地内にあるわけじゃないですからね、軽自動車と普通車で場所が変わってますので、あの事前予約、もしくはもう予約されてない方はチェックインの時にフロントの方に申し出てください。軽自動車で500円1泊ね、そして普通車で、1000円ですかね。普通車が7台、軽自動車が3台、まあ結構ね台数に限りがございますのでね、あと第3駐車場もあるんですかね。はい、このように止める場所とかね、あのフロントで教えていただけます。そして今日はあの1泊朝食付きのプランでございますね。はい、朝6時半から、10時まで朝食ね、最終受付が朝の9時半でございますね。2階にはあのリラクゼーションねもございますね。はい、多分お部屋の一室を改装していると思いますので、予約制でございます。そしてあの1階はねあのフリードリンクね、3品茶とか、カフェも、飲めますのでね。あとはまあコインランドリーとかね、ダイビング機材の乾燥室も1階にございます。であのククルテラスね、屋上にククルテラスが6階にございます。そしてお部屋のデスクにこういうねホテルククルスタッフの石垣島のおすすめスポット情報など書いておりますね。まあ例えば石垣牛とかね、あの居酒屋さんとかヤギ汁、牛汁の美味しいお店などなど、スタッフのおすすめの場所がまたここに書かれておりますので、これは親切でいいなと思いますのでね、またホテルに泊まる方は、少し目を通していただければと思いますのでお願いいたします。ですね、先ほどセンベロ行きまして、ちょっとあの動画がこう被りますけども、今時短営業で居酒屋さんなど飲食店が夜8時まで営業ということで、8時で引き上げまして、
まあ、コンビニでねちょっとあのスイーツ買ってきたんです私で6階のね屋上に上がってきました。もう結構僕すみません酔っ払ってますんでお風呂入ってこうあの部屋着というかあのホテルの部屋着ですか。でちょっと今からあのスイーツね私食べたいと思ってます。普段私って言わないんですけどまあ結構もうお酒も入ってますしね結局センベロ行ってねあの後コンビニ行ってお酒買うて結構さらに飲んでしまったんですね。でお風呂入って屋上上がってきて屋上なんせねこう風が今日めっちゃ気持ちいい気持ちいいのよね気持ちいいからあのちょっと屋上に上がってきてあのちょっとこうスイーツ食べようかなと思って上がってきました。ゴミをちゃんと捨てて帰らないといけませんので、で今からスイーツ食べて一口食べてうまい。おはようございます。朝の8時前です。今からね朝食会場に行きたいと思います。1階でございますので、早速行ってみたいと思います。さあビュッフェスタイルでございまして、料理を取るときは手袋を着用して取りましょう。和食と洋食がございまして、私は当然パン派でございます。なんと田舎味噌や担々麺があるというのはちょっとなかなかいいですね。そしてドリンクもまあだいたい4種類5種類、ホットコーヒーなどございます。そして私はやっぱりね野菜不足摂取のため、野菜は非常にありがたいでございます。では、いただきましょう。まずね、オレンジジュースを飲みまして、そしてゆっくりパンをいただきます。クロワッサンでございます。そして、おすすめなのが、なんとタコライスとタコスが作れるということでございました。でなんとククルバーガーの作り方もございます。さて私はタコライスを作ってみたいと思います。うわーセンスないしっていうか私チーズ食われへんし。10時になりましたのでチェックアウトしました。今回の動画はホテルククルでございました。まあもう本当にあの利便性重視する方にはもう本当にもってこいなホテルでございます。そしてまあサイトによってはねアゴダとかジャランとかいろいろありますけども、まあ泊まる日付とかねプランによってはサイトによって同じホテルでも値段が違いますので、ちょっと見てみてください。本当にめちゃめちゃ便利です、ね、今日は曇りでございます。今回の動画は以上となります。次回の動画はねちょっと石垣の北部に行ってみたいと思いますので次回の動画でお会いしましょう。